はい、どうも、水谷のんです。お願いします。では、毎日動画を頑張っていきましょう。トミーです。カントです。お願いします。お願いします。ということで、はい、ハッピー毎日投稿終了前ソング1000万回突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。グッドがなんと33万4800って言われてます。バットも2000なんで、めちゃくちゃ高い高評価率で、本当に嬉しい。コメントも2万2000。マジで嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。いやもうね、本当にいろんなクリエイターさんだったりとか、やばい T シャツ屋さんのおかげですよね、はい、もうこれは。見ていただいて、そしてね、その制作を手伝ってくださったスタッフの皆さんのおかげで、はい、まあ、光栄が生まれたわけですけども、はい、もう1000万過去出した動画の中で最速の1000万、最速ですね。だし、こんなにグッドがついた動画もなかったわけです。なかった。普通に1000万再生の動画でも10万グッドでめちゃめちゃ多いなっていう話を、まさか6年やってきて30万グッド、30万グッドっつう、こんだけ大きな企画で、うん、たくさんのクリエイターさんにお願いしてる手前、やっぱ怖さもあるじゃないですか。まあ再生数イコール評価じゃないですけど、まあね、楽しんでもらいたいです。はい、みんな届いてよかったなってことですね。そうだね、なんかね、嬉しかったね。普通に水溜りボンドをこう、みんななんか好きでいてくれてるんだなっていうのをすごい感じました。ありがたいですね。でですね、はい、まあ今日の企画というか、まあ動画なんですけども、はい、ずっとそのコメント欄に一番多いぐらいついてるコメントが、はい、メイキングが見たい。まあそうだね、そりゃ気になるじゃないですか。まあ、撮ってはいたんですけどね、はい、まあ時期が時期なんで。そうだね、まあなかなかね、そのなんかこうみんなでこう裏でわちゃわちゃっていうわけにいかなかったんで、ちゃんと予防した状態でやってたんで、はい、もう本当にオンのカメラのタイミングぐらいしか、そのみんなのこう接するとはなかったですよね。普通のそういう作品よりもメイキングとか NG は少ないんじゃないかな。ですけども、うん、何テイクか撮ってるわけですね。まあそうですね、それの NG はあるんで、はい、ちょっと今日はそれをつないで、あの曲に合わせて別バージョンみたいな形でちょっとまあ、はい、せっかくなんでお祝いということで、ちょっと見ていただこうかなと思って作ってきたんで、はい、まあ、NG 理由も面白かったりするから。まあそうだね、クラッカーがうまくいかなかったり。まあそうだね、クラッカーうまくいかなかったり、森本さんがちょっと早く出てきちゃった。そうそうそう。夢丸が倒れちゃう。夢丸がね、倒れちゃう。全然迷惑かけてくる。来てないのにね。来てないのに。なんかあれだけはもうね、うん、もう OK にしたかったけど、うん、ちょっともう一回やらせてくれと。あと何があったかな、 NG で言ったら。まあシルクがクラッカー出なかった。ああ、はい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 。クラッカーが当たっちゃったっていうのありましたね、カメラマンの人に。ああ、そうそう。あと、うん、僕らが実際幕張メッセで、うん、フルで見てる映像があって、あるわ。本当に見て、あの感情でこう、一連でやってるから。まあ一連でやったんですけど、そこは NG だったんですけどね。一回。その感情移入しすぎて、動きミスる。それは見せよっか、じゃあ。一歩しかないんだよ、動き。ちょ、ぜひ。うん。じゃあ今からご覧ください。はい、どうぞ。どこしりゃん、6年も欠かさずやってるやん。崩すかもしれへんやん。ちょっと疲れ試し始めてるやん。あれなんかちょっと大変やん。君ら毎日走行しているやん。気づいたらみんなも呼べてるやん。そろそろやり方変えてもいいやん。うちが足りまんじゅう。なになになに、頑張って、キッズ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 、コロナ終了、終了、終了、終了。
ないので、はい、今年の12月31日まで毎日投稿頑張ります。最高。おお。あ、寄っていただけると。すげえなー。もう一回やりますか。ごめんなさい。はい。にしてもさ、場所おかしいね。この作品見るのもあまかりめす。ラストです。水溜りボンド。うん。今年はね、はい、まだまだ毎日投稿するんでよろしくお願いします。はい、せーの。イエーイ。バイバイ。さあ、フラッカー。フラッカー初。よし。今年何回キルレモンのこのタイプのケーキ食ったか、ね、これしか分かんなくなる食べよう食べよう。これはさすがにお祝い。これはお祝いですよ。じゃあすいません、いただきます。うん、うん、うまいわ。キルレモンいつ食ってもおいしい。でもなんか最近さ、うん、投稿日数みたいな左下に表示するやつ、うん、はいはいはい、変えましたね、ちょっとカウントダウンシステムの最後、まあそうだよね、そうだよね、でももう その時期だよ、本当にもうなんかちょっとさ、うん、カウントダウンし始めると結構来るものある、うん、終わるんだな。うまっ、最高、おいしい。で、昨日さ、うん、あ、たまたまヤバティさんと喋ったんですよね。まあね、あるその、うん、ボーカルの加山さんがずっと言ってたのが、うん、水溜りボンドやから受けようかなって言ってくれてて、うん、水溜りボンドの毎日投稿の曲はちょっとやりたいわって言ってくれてたから、うん、曲をねやってくれるってすごいことだからね。すごい、しかもあのね大名曲をこう大名曲というかねしてくれてるわけだから、あの曲は一生聴くね、本当に。毎日投稿終わった後の方が響いたりするかもね、意外とね。まああとあれだよね、その俺はさ、撮る側としてさ、今回やってもいたからさ、うん、YouTuber のこの、なんて言うんだろう、キャラクターの豊かさだったりとか、うん、演出のしやすさ、うん、もうこれやって、あなたたちらしくやってみてくださいってやった時に、もう想像以上のものが出る。まあそんなになんか決め、ぜひ皆さん、もう一回見に行って、うん、僕らコメントとかもいつも見てるので、うん、ぜひコメントとかもよろしくお願いします。ということで、はい、以上今日の三つ編みボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。